いろんなボス倒したらレベルめっちゃ上がるな。200近くいっちまったよ。まあ200で普通にクリアする人もいるって言われてるしな。普通にやってたら。だいぶレベル上がったな。終わったら何やんのか。いや、決めてないな。何でもいいね。正直何でもいいね。タルコフワイプくんの、まあ、でもタルコフマジで話題聞かないよな、炎上してから。うん、タルコフ全く話題に聞かない。まあタイミングもあると思うけど、ワイプ直前とかにわざわざやるやついねえからな。クソ燃えちゃったんだよ。タルコフは FPS ではないからいいけど、 FPS マジで今やりたいもん一個もないな俺。タルコフアンチが見てる。タルコフアンチはでもタルコフが嫌なの俺に押し付けないでほしい。ツイッターでつぶやいてほしい。ツイッターだったら自由だからな。そう、ツイッターでつぶやくべきなんだよな。配信者に押し付けるんじゃなくて。バロ。バロは今更やんないな。もう俺フェイトの時から分かんないから。もう今からやろうとは思えない。もうぶっちゃけ。大会とかは見てないから、もう今のメタも分かんねえんだよな、俺。全く分からない。何のキャラがいて、何のキャラが。エイペックスは俺知らないんだよ。俺エイペックス、最近キャラ追加されてるっぽいよね。エイペックスの方が分かんないけど。11ヶ月前からのエイペックスの状態俺分かんないんだよね。キャラなんか増えてるよね、今。まあ、エイペックスは正直、パッドじゃないと人権ないから、やるのきついけどな、今からやるの。もう、ダイジェストとか流れてくるやつ、全部パッドだもん。でも死ぬほどレベル高いもん。普通のダイヤとかのプレイヤーでも、こんなプレイできねえよっていうプレイヤーしかいねえよ、エイペックス今。あれはもう普通に勝てないね、多分俺。プラチナでさっきそう。それだけ見てると。まあ、ダイジェストだから上振れだと思うけど。これ俺プラチナレベルじゃねえかっていつ思うもん。いや、対戦ゲームすげえおもろいし、対戦ゲームの中で今ストリートファイターが一番おもろいとは思うけど、あれなんだよな。俺時間でしか人に勝てないのを自覚してるから、その時間の優位性を失った以上もう勝てないで、勝てない対戦ゲームって勝つ気のないじゃないな。なんだろう、上を目指さんが対戦ゲームってもうそれまでなんだよ。俗に言うエンジョイ勢だよな。エンジョイってのは本気でやって勝ちを目指すからエンジョイなのであって、ある程度の最初から勝ち負けどうでもいい状態でやってるエンジョイって、やってる時はおもろいってなるけど、なんかそれまでなんだよな。もったいない。エンジョイハラスメントという言葉があるが、今俺そうなっちゃってるからな。またなんか本気でやりてえっていうほど熱入るゲーム、まあ既存のゲームでもいいけど、既存のゲームやってみたらスイッチ入るかもしれないじゃん。そういうの出たらまためっちゃ対戦ゲームやってるだろうな。タイミングの問題だな。やっぱでも一番おもろいよなゲーム、そういう時が。やべ、スタミナねえ、マジか。はあ、何この敵、スタミナなくて剣振れなかった。マジで全てを忘れて、あの高めることだけに没頭してる時が一番おもろいわゲーム。まあなかなか全てを犠牲にしてしまうから今難しいかもしれないが、全ての恐れをここに捨てる。カゴってマックスいくつぐらいなんだろう。もう俺12まで上げてるってよっぽどよね。相当高いよな俺。ちょっともったいないからレベル上げちゃおう。低いんだ。へえ。いや、俺もうレベル上がりすぎちゃったし、あっさりボス倒して、もしかして、レベルのご利用してあっさりボス倒しちゃうんじゃないかなと思ったけど、意外となんだな、やっぱ。こんだけレベル高いし、そんなに強いんだ。なんかあんまり、メスメルも、レラーナも、やられはしたけど、そんなに不快感はないボスだったから、長く戦った感じはしないんだよな。マレニアとか結構やっててしょうもなかったけど、まあ当時水長乱舞の避け方が分かんなかったからってのもあるけど、マレニアの方がしょうもなく感じたんだよな。今もう避け方が確立されてるから、今やったら多分そんなにしょうもなくないと思うけど、まあ俺的にレラーナがベストボスかな今のところ。メスメルも慣れたらよかったけど、レラーナがベストボスです。個人的。こけます。はあ！弾抜け。フーリガン使われた。ボケが。ふざけんなよ、こいつ。
これで感知するのか。こいつすげえな。ただのモブじゃないだろこれ。シュノー選手の対局権。おー、マジか。これが嵐じゃなかったら使ったんだけどな。俺風の能力って好きじゃねえんだよな。だからかっこいいな。いや、なんもないとは思えん。ここに。いや、なんもないと思えん。なんもねえわ。積んだ。見つけたやついる？これ。ああ、ほんとだ。こっちか。ああ、落ちる！反対側か。いや、こっちだ！この下だ。なんだ？下にもアイテムある。あった。アスレチック。ああ、なんで？ここでバックステップしないように気をつけて下に降りる。一旦降りてる最中だが上に逆張りムーブ。ゴミを回収。ゴミしかない。なんだ？何ここ。うわぁ。死ね。何を隠している？本当に何を隠している？これほど俺を歩かせて。何がある？こんなとこに。何があるんだこれ。まさか。うわぁ、なんか。何？決戦兵器でも眠ってる？ここに。ボスじゃねえだろうな。っていうか。ボスだったら祝福あるはず。で、ボスがなかったらここにアイテムが、レジェンダリーのアイテムが。ああ、おいおいおい、これ相当すごいもんじゃないの。エウポリア槍、両人剣だ。あ、使ったことないなこのカテゴリー。え、振り早っ。へえ、いいじゃん。なんだ、進行武器だ。しかも敵を傷つけるたびに輝きを取り戻す。なんだよこれ、いつ使うんだよこんなの。いやでもボスに強そう。多段ヒットするでしょこれ。輝きた。あ、輝いた。ほーで、そういうことか。敵倒した時にしか輝きを取り戻さないから意味ないのか。まあボス見てから決める。あ、お前生きてたのか。そうだよな、こいつの霊しか殺しないもんな。はい、敵ですね。冷やかしに来ました。え、おっちゃん助けてくれんの。呼ぼうかな、こいつかっこいいから。アンスバッハかっこいいんだよな。俺が助けたからだ。アンスバッハに任して俺妹っとくわ。Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight's letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Maid Freya. The time has come. なんでお前。敵なんだよ。ビーム。ちょっと。撃ってる余裕ないんだけど。撃ってる暇ないんだけどこれ。やべえ、近すぎて。勝て。
ちょ、リンチじゃん。何これ、リンチじゃん。これあれか、俺がこいつらを説得して味方にしなかったから敵対するんだ。いや、どこで敵対してしまったんでしょうね。どこでこいつらとは敵になっちゃったんだろうな。アンスバッハ助けといてよかったな。こう考えると落ち葉の段をもしかして殺してなかったら落ち葉の段もここに来てた。地獄じゃん。こいつら全員敵対はやばい。接近させなきゃいい。おい、ふざけんな。アンスバッハ来てくれ。アンスバッハ、アンスバッハ殿、やばいって。お前敵対するような穏やか系キャラだったくせに、なんで敵対してんのお前ムーア。お前そんなやつじゃなかっただろ。お前1対1でも相手にならんな。お前盾構えてるやつだ。は、誰、おい殺しただろダンって。俺マジか、俺実体殺したよなこいつ。何人来るんだこれ。やべえ、また来た。おい、おかしいだろ、俺どんだけ敵多いんだ。俺やばい、嫌われすぎてる世界に。君を勝手にどうしようとしまった。本当だよお前、マジか。ああ、マジか、こいつら仲直りしたのかよ。あんなにギスってたのに、すごいね、仲直りしてんの。これが黄金派や、フレイヤ。終わりだ、さっきとは火力が違うぞ。おい、補充間に合ってないね、全く間に合ってないね補充が。一旦来ないで。アンスバッハ殿、バッハ殿お願いします。バッハ殿、そのままその不届き者を引きつけ、やべえ。いいね、バッハ殿が今引きつけてるから。あとこのダンとかいう、ダンとかいうカスを1対1で作るとかいい。ちょっと何してんの、ちょっと、あ、やべ、これスタミナがない。ちょっとバッハ殿、バッハ殿、バッハ殿、そのままお願いします。はあ美しい、美しい回避行動。レダの剣、絶対進行じゃん。かっこいい、かっこいい。これん、おお、やばい、聖剣技じゃんこれ。これあれじゃん、ファイナルファンタジータクティクスじゃん。いい、あ、生きてるあいつ。あ、死んでるわこいつの防具。え、強っ、強っ。いや、やば、性能。わ、でも見た目ぶっさ。うわ、死ぬほど性能強いのに。ガチ、あー許せねえだ。あ、バッハ殿。俺はこいつしか救えなかったのか。Now I suppose that in truth I cannot calm my quivering. Challenging a god is no small matter.盲服の死について。誰やろうな。あ、知ってんだ。お前の名前は何だ。何これ、めっちゃいいやつやん、めっちゃいいやつやんこいつ。What right have I to complain? Righteous tarnished.We will have our victory. I swear upon my blood. めっちゃいいやつやんこいつ。My loyal blade and champion of the festival. Both your deeds will ever be praised in song. Now, the vow will be honored.And my lord brother's soul will return.
まあフレイヤが言ってましたね。フレイヤと誰だっけ、誰かが言ってましたね。とある男を復活させようとしていると。そう、この剣、この装備、要するにあの俺たちが戦ったラダンはもう自我のないラダンだもんな。腐敗した完全状態のラダンということですか、これは。約束の王ラダン、振りが早い、かっけえ。あ、俺死んでる。思ったより早く倒していきます。悪いが、だいぶ多段ヒットするな。なるほど、は即死。なるほど、即死。知りました。2回でひるむならマジでパリありなんだよな。3回はさすがに狙わん。パリ狙ってみる。早い、これ多分無理だな。タイミング合ってる、これ多分無理やった。うわ無事、パリ初手は結構いけそうだけどな。俺死んだ、1回、あ早い、くそ、2回、うわダメだ、2回じゃ拾わないのかこいつ。パリないな。3回はちょっと リスクがリターンがあんまない。ダメージはダメージだ。うわ微妙、いやありか。いや、あれかもな。この後多分これ殴れるんだよな。あ、なんだ、あー、びっくりした。俺技量上げてるから致命の位置結構ダメージ出るわ。これありかも。ちゃんとリターン取れてる、致命4000ダメージは3回でも。かっけえ。なんだよこいつ。こいつなんだよマジで、一回くさばったくせに。ロードブラザー、 At long last you are returned。 え2対 1? やめろ2対1を。なんか憑依した、憑依した。なんだ、危ない。おいマジかよ。なんでやねん、別ゲーだ。第1段階茶番だな。これどうすっかな、これどうすっかな。123走りダッシュ下がりでいいね多分。これ飛んできたタイミングだけローリングでそのままダッシュかな。離れてないとこの攻撃クラブっぽいしね。
これ多分開幕、あー、これは範囲以外に逃げれば多分大丈夫。広範囲当たっちゃうか。あー、なんだ。これでも多分パリ不可能だな多分。あ、これ1、2、あ、出してみるな。3、4で、これはもう多分めちゃくちゃするから無理。ビーム来た。あら、まず走ろう。開幕これ危ない。開幕走った方がいい。これでしょ、まずビーム来るでしょ。でビーム打ち切ったら分身攻撃してくるから、スタミナ回復、スタミナ回復して分身来る。分身3回飛ばした後本体が来る。やべ、1、2。いや、なんだ、違うのか。いや、回復しよう1回。ちょ、パリしてみるわ。無理だ。あ、これは無理だ。あ、これ無理だ。衝撃パリだったらいけるかも。ふざけんなよこいつ。あー、これ無理だ。ビームが、いや意外といけるわこれ。待って、いける。危ない。なんだ、いける。あ、待って、これ見えた、見えた、見えた、見えてきた、見えてきた、見えてきた。いやでもこれ多分ひるんじゃってパリ取れないな。1。あー、これ衝撃しか無理だ。うわ、これも続くのか。これも連続攻撃になるんだ。モーション自体は割と同じだから。俺衝撃を縦ガードして次のタイミング取ってパリしてるけど、第一形態から変えた方がいい。衝撃だけローリングで避けて、第二衝撃ローリングで避けてやった方がいい。練習でこれやって、これ、これをやった方がいい。多分これだったらいける。ちょっと取りにくいけど、これ、これを練習した方がいい。これで光の、いや光のあのバーンって出るのを避けるのを想定してる。モーション自体は同じなんだよね。だからパリ取れると思うの。だから衝撃だけローリングして避けて2発目からパリ取れば。とりあえず第1形態は安定した方法で倒して、第2形態はもう思考回数増やしてやり方考えるわ。いやー、第2形態どうしようかな。俺最初これ打っていくでしょ、これでしょ。でこの後連続ビシバシやってくるから、やべやべ、これどうすんだ。これどうすんだ。すいませんでした、やり直しさせてください。来ないか。あ、これなんだ。これの後もう一回突っ込んできて、だからそれを避けよう。うわ、突っ込んでなかった。密着してたらいいんだこれ。やっぱくっつくのが正解だな。なんだよこれ。あ、ミスター、パリ取れた。衝撃以外無理だなパリは。これくっ、なんだよこれ。え、何。何、解放された、許された。いやこれパリ取れそうなんだよな。うぜえこの光が。パリ取れそうなんよな。はあ、油断するな。なんか許してもらえるぞこれ一回は。パリ取る一回。ああ、まあ大丈夫、多分許してくれる。これなんか喋るだけだから大丈夫、大丈夫、許してもらえる。あ、ハートを奪われた。え、魅了された。なるほどね、あなたと共に。いやちょっと待って、リジェネだわこれ。リジェネ黄金陣に誓ってはいらないな。いやもう彼方からの回復はいらない。
黄金樹に誓ってと黄金樹の恵みかな。開幕だけこれでいける。だから第二形態になった瞬間、黄金樹の恵みを使ってリジェにかけて切れる前に芝生もう全部踏み抜きながらパギして継続性攻撃は。初手それかよ。あー、ふざけてる。離れないとあれ打ってこないのか。絶対あれ打ってくるわけではないんだ。まあでもこんなん攻略法見たら結構しょうもないんだろうな。マジックの種みたいなもんだからな。ここにこのタイミングでこっちに歩いたら全部避けれますなんてさ、例えばマレニアの水晶ランプとか知ったらクソしょうもないじゃん。こいつも多分そういうのあんだろうな。いや、バフかけ直しの方が大事。これダメだ。 OK、 一回。あ、しまったしまった。今完璧だったのに。俺もう足踏みからの逃げ決めはローリングしてパリで光の柱も食らわないし、今狙ってやったんだよな。なんか結局これなんだよな。衝撃ローリングで2発目、うん、もうそれしよう、それしよう。離れちゃって、離れたらもう何もしてこないから、まず恵みをかける。で、ふざけんな、痛くない痛くない、届かないんですよこれ。 OK、 ここから1体か。まあこれはパリ1体、これは大丈夫だこれよ、 OKOK、 ピョンと飛んだ着地だね。ピョンと飛んだ着地でローリングでいい。 OK、 パリ取れます。これはパリ取れる。あと1回。バカが同じで通用するか。これローリングで、あっくそ。結構でも、結構でも黄金樹の恵みさえかけてればパリする分の体力は確保できてるか。悪くないか、恵みさえかけてれば結構いけそうだけどね。いいよ、リジェにかけてるからいい。たぶん届かない。 OK、 こっからやったぜ、こら！あ、大丈夫だ。うわぁ、目はミスるか？そこのパリをミスるか？第一形態だったらミスんないのに。スタミナがね。オッケー、絶対ミスんなよ。うわぁ、ミスる！やっぱね、これ。あぁ、終わった。これどうしよう。ローリング、前乗り。あ、ダメっぽ！縦なの？あ、これ前乗りだ、やっぱ。1回目、うわマジか。やっぱこれ光のエフェクトが邪魔で、ローリング光のエフェクトが邪魔でこれパリ取りにくい。1、見えねえ。あ、これローリング、ボワンってなるから。これローリング、ここパリ OK。 2回目、これローリング、これ無理。この後回復できる、スタミナ回復かないまま。なんだっけこれ、おい、このゼロ距離で撃つのかよ。あー、これマジか、終わってる。これ飛んでくるでしょ、この後持ち勝つと。あ、いいね、近接モード見えね。 OK、 3回目、ついにパリ成功。追撃したいなこれ、ちゃんとこれローリングしてちゃんと歩いて、これ避けましょう。攻撃できる、これローリングで避けて回復したいね。これパリできる。うわーマジかよ、見えなかった光のエフェクトで。ああ、これ一番食らいたくないやつだ、スタミナがね。いや、終わった。ああ、終わった。いや、今これ多分ね、前ロリロックオン外して左前にローリングしたら一回も避けれたんだよな。こいつ一発目から殴る場所変わってないんで、追尾がないから抜ければいいんだよね、多分前に。俺進行捨てようかな、これガチで意味ないんだよな、進行の意味が終わってるんだよな。
ここに信仰を捨てる。このステータスを全て他のステータスに振ったら俺って最強になるんじゃないか。今ラダンを殺す、なんだよ信仰って。これ完全に死にステータスだろ。今俺70死にステータス振ってんすよ。こいつに対して信仰何の意味もないから。祈りの力必要ないっす。実は黄金樹の恵みだけ振る、使う信仰振って、それ以外全部捨てていいかも。黄金樹の恵み38、いやもうこれも38もいらん。ここに信仰を捨てる、祈りは意味ない。いや持久戦でやろうと思えばできるんですよ。もう回復のタイミングは見つけたね。ぶっちゃけ俺はこれで持久戦してもいいかもしれない。じゃあこれ実はできるんですよ、一生回復。もう回復のタイミング見つけたから、じゃあ進行を無駄にしないために俺これでいくわ。進行を無駄にしない、これ絶対できる。できないな、やっぱ進行意味ないわ。こいつに対して進行マジで意味ないわ。ここもできないなら無理だな。ちょっとやってみようと思ったけど、これでできないなら本当に無理。俺が唯一回復できそうな場面だと思ってたけど、ここはこいつに対してのね祈りはマジで意味ない。だってこういう相手がだってもう、だってこいつがもうね神みたいなもんだからね、このゲーム。だからもうこいつに信仰は意味ない、本当に意味ない。なんか腹立つんだよな、俺の祈りは通じなかった。神はいないこの世界に。これでめっちゃ弱かったらどうしよう。祈る意味ない、祈るな、手が塞がる。あげるもんねえな、頭よくしとこう。ちょっと恥ずかしいから、バカなままだと恥ずかしいから知力あげとくわ。脅威の技量99で、さてこれでどれぐらいのパリ致命ダメージが入るかな。火力はゴミ、だが致命の火力はどうかな。んゴミ。慈悲探検ってなんだよマジで。全員が全員お前そんなウィキを熟読して全てのネタバレを知ってると思うなよ。どこにあんの慈悲探検、ちょっと取りに行くわ。これ無理、慈悲探検あればこの敏捷生きるんだな。取りに行くわ、この敏捷を生かしたい。これは敏捷じゃねえ、なんだこれ、技量を。ストームビルジョー、あじゃあ持ってるかも。いや俺多分持ってるわ、ストームビルジョー。俺全部探索してるもん、全部やってる。これか、致命の一撃に優れる。ほーん、こんな初期の武器が本当に強いのですか。信じられないな、致命そんなに強い。ちょっと楽しみ、これどのぐらい強くなるか楽しみ。このクソみたいなステータスで、せっかく捨てたんだからさ進行を、せっかくなら感動するようなダメージ欲しいよな。俺これで5000ダメージ出なかったら進行に戻すんで、結局進行の致命が一番強いんだなって。進行に戻すんだ俺。どれどれ、は王道探検以下なんだけど、あれ1回目、うわミスター、だるすぎ。いやーできねえか、パリ取れんか。それ今の絶対取りたいんだけどな、もったいねえ。これパリ取りたい、 OK1、 これも取りたい、2、はい、これも取りたい、 やってこない、これ避けたい、パリしたい、3回目、いいダメージ、よしすぐ回復、パリしたい、1、パリしたい、してこない、パリしたい、あー見えねえ、やってしまった。もうこれ連続攻撃になると見えなくて避けなくなるんだよな。これ途中でパリしちゃえば止まるんだけど、パリ見せると連続攻撃もう何も見なくなっちゃって当たっちゃうんだよな。これちょっと開幕殴りに行くわ、大技打たせない。どうだ、なんだよ、やっぱ近づくとね挙動は変わるの分かってたけどね、ちょっとこれちょっとあダメだった、頭になかった。まあこれはちょっとしょうがないね。は？マジ？終わってる。
ってる。3。やべえ、今のゼロ距離のあれ終わってんな。食らったら終わりだ。いやー、くそ、ミスった。もったいね。これはローリングで回復しましょう。なんだこれ、よくわからんけど生きてる。回復全部使った。1。うわー、これでパリ取れないか。1、2。うわー、もう取れないか。さっきまでこれ第一形態やったら絶対取れんのに。俺ラダーの、うん、ローリング避けて避けて、密着したら大丈夫？なんだ？まさか！第一形態のあれだ！じゃあ、あの時の！危ない！まさか！なんだっけこれ？星砕きみたいな。初めて戦った時のあれか。あちゃー！ラダーの「ん」になったらあれを使ってくるんだな。あ、あ、ちょっと待って、今見つけた。うん、わかったー、これ避け方わかったー。真後ろだけど横じゃないな、これ横っていうか、なんだ、横か斜め後ろにおねろりで避けれるわ。飛んできた瞬間マジ無理だなと思ってたけど、縦しかないなと思って、スタミナ削られるから攻めにも入れないっていう、積んでたけどローリング連打でいけるわ。種が分かれば意外といけそう。もうこれあれさえな、あれがあるから結構きつかったんだよな。スタミナできないし攻撃に。分かったー、超級武神破断の秘密が分かりました。打ってこい打ってこい、もう分かった。とりあえずあの超級武神破断の4日出せば分かったから、なんとかなりそう。あれが一番きつかった。これでも距離あるから多分受ける。おーい、3。大技来る。これでラダーンが飛んでくるだろ。ラダーンの、うん、どうやって避けるんだこれ。多分走るだけで避けれる、第一形態と同じなら。走りジャンプかな。頼む頼む、うわー、ジャンプ早かった、ジャンプ早かった。後ろに下がって殴り待ち、返してこない。マジか、間に合うかなこれ。ああ間に合うね。終わってる。これ殴ったら止まんのかな、意味わかんねえよ。この攻撃絶対食らっちゃって、もう普通にいけそうだったな今。ちくしょー、密着密着。密着密着。このクソ野郎。 OK OK、 しっかり。なんだっけこれ、あれか、最後だけ避けたい、最後だけ避ければなんとかなる。死ね。あ、ガードしたらダメ、ちょっと押されるな。ガードいいや、避けない。オッケー、これどうすんだろう、これどうすんだろう。多分初手はジャンプ、2発目はガードできると思う。いや、ローリングできると思う。着地の瞬間ジャンプ。はっ、何やってんの、ふざけんなマジで。
丈夫ミサ。これ忘れた頃に来るな。もう意識ねえんだよな。たまにしか来ないから。マジいいバランス。この技振るタイミング。マジ忘れてる。やばい。死ね。てか本当にこれこの探検出てんのか。致命のダメージ。こんなもんか。騙されてないか俺。腹立つな。ちょ筋力武器にする。もうやっぱ筋肉だよ最後に信じられるのは。あ、だから巨人砕きって STR トップクラスの武器じゃなかったっけ。これで殴り殺さないか。は、もう何これ。ちょっと、ま、前見えないんだけど。終わってないこの武器。関係ねえよどうせ。あ、関係ねえよどうせ。俺は前見てねえから。サイクス入る。うっ、あー弱え。マジかマジかマジか。知らなかったよ。勘違いしてたよこの世界の仕組みを。ただ醜いだけになっちゃったんだけど。いらねえよ俺。もう分かったよこれ。冷静に考えて、俺はさっきから語ってる範囲、回復が足りねえ、回復がないから無理に攻めるしかねえ、火力出すしかねえ、ちげえんだよこれ。瞑想してた。回復足りないんだったら進行でいいじゃん。間違ってた、俺瞑想してた。本当に瞑想してた。最後まで自分を信じられなかったから信じ直すわ。許してもらえるかな。神は、神は俺に許しをくれるかな。許したもれ。コメチュラソードで勝ったらビッツ投げるわ。チア禁止なんでエルデンリングは。すいませんが、あとうちは TUC 併設してないんで。いやあのね、俺はね夢を見ていた。でも実際のところ他の捨て振りをしてないから、もしかしてこれ弱いんじゃないかなと思ってたんだよね。もしかして信仰って古い意味そんなにないってずっと思ってた。そんなことなかった。最強だった。間違ってた。信仰は最強でした。間違っていました。もう二度と捨てない。俺は信仰を決して捨てない。では行きますか。では行きますか。祈りの力を見せますか。1、2、3。うわバカ。うわ絶対ミスんないんだよな第一形態だったら。やべえマジかよこれ。なんだよこれ。生きてるラッキー。いやこれ最悪だ。一番やっとしくないやつだ。いやもうこれガードしかない。わかんねえ。ここだけ。うわーしょうがねえ。もう当たった。回復。いや霊薬がめっちゃ効いてる。やべえ。避けないと。うわ全部食らったバカ。ふざけんな。オッケー。3回はみしてる。これどうすんだよ。やべえよこれどうすんだよ。生属性の保護祈祷ってどこにある。魔力防護しか持ってないんだな俺。雷カットと通常マップだよね多分。通常マップに性防護のタレ売ってる。嘘。円卓のババアババア。ほんとだ。え知らなかった。そうなのか。使わない理由がないのこれに関しては。これ勝ったわ多分。これがあれば負けないと思う。
魔力防護に関してはダメージ半分ぐらいになるんだよな。これも同じぐらいの強さだったら多分そんぐらい強いよ。マジかよこれ。マジかよこれ。マジかよ。カット率 85% なんだけど、これ使ったら何のための進行だよこれ。最初から使ってきゃよかったな。オッケー、全然食らわない。冷静にいける。クソ、ミスった。オッケー、俺バフかかってるからもうガードでいいわ。いや大丈夫、全然痛くない。これが進行の力。しょうがない、これガッツガードしかない。いやもうこれ受け切る、大丈夫。 85% 勝ってや俺は。 OK、 やばい、これめっちゃ強い。もうこのどうしても避けれなかったやつがダメージあんま食らわんからなんとかなる。 OK、 3回目。多分ラダン飛んでっから、これまだ飛ばないか、まだ飛ばないか。いや、だるすぎ。これ生存…あー消えてる、バフ。マジか、これ避けれないんだよな。これガードできんの？これ避けれないんだよな。バフ残ってたら多分いけたんだけど、バフ消えちゃった。このバフを絶やさずに戦うしかないな本当に。超級武神破山は唯一無効化できるのこのバフだけだ。開幕1個だな、1個は飲んでいい。結局これ避け方わかんないままだな。あれなんか変わってるし、そろそろかけ直したいな。いやーミスった、パリー取れた今。2、オッケー。これも回復もできる、バフもかけ直した、回復もできた、最高だ今。めっちゃいい状況。まあいいや。わあ、25% で飛んでくやつかと思った、これ。しまった。2、オッケー。ラダーンの、ラ、王、王の、王まで来た、ラダーンの王。
や、これなんだよな。これどうすんだよ、マジで。でも今俺棒がかかってるから。ジャンプ。あー、やったー、ある。オッケー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 、全然痛くない全然痛くない全然痛くない。うわ、バフかけ直して、無理。これ歩いてれば知らんけど避けれる。1、ここ多分いける、俺の経験則。よし、2、よっしゃー、死ねーな。よし、いや、死んだか、やったか。よし、よーし、よーし、よーし。うわ、いけると思わなかった。俺今日無理だと思った。マジか、クソだるいなこいつと思いながらやってたんだけど、勝てる気せんなと思ってたけど、結局避け方わかんないまま倒した。バフでちょっとクリアしたな、これは。本当に避け方わかんなかった。なんだっけ、超級武神派さん、うわー、あれの避け方わかんないままクリアできると思わなかったな。マジでわかんなかった、最後まで。思い出に触れる。いやー、いけないと思った俺は。結局あれ食らって毎回スタミナ全部飛んで、霊薬でスタミナ補って、で HP 減るのはバフで補って、ダメージ9割カットしてたからね、最終的に。絶対無理だと思った。いや、絶対無理だと思った。ちょっとバフなかったら無理だったね、本当に。進行じゃなかったら無理でした、これに関しては。まさか進行がこんなに刺さるとはな。いやあ、いけると思わなかった。しかも最後めっちゃ出れてくれたし、めっちゃ普通に攻撃振ってくれたから、めっちゃパリ取りやすかった。何を言ってんだお前。なんかもうラダン強いからとんでもないもんくれてもいいよな。いやー、よかったよかった。結局ボスパリばっかりだな俺。うわー、なんだこれ。やってる時はクソボスだと思ってたけど、クリアすると急にいいボスに思えてくるんだよな。ラダーンはいいボスです。なんでしょうね、用意されたバフとかを駆使して戦って楽にする、ステータスをちゃんとね、ラダーンに合わせて、とてもいいボスです。そりゃさ、そうよ、ちゃんとやったらね、ちゃんとやんないときついよボスなんて。はい、やば、何これ。いや、まれにゃな、でも即死よこれ。おい、やべ、全然効かない。まあやっぱマリニアの方が強いんですよ。こっからマリニアやる気力が俺ない。倒したよトリーナ。トリーナ死んでる、死んでる、悲しい。これみんな死んでしまったん。アンスバッハに前に行く、確かに。ちょっと褒めてもらいたいな。もう終わったよ。だって主の肉体をね、勝手に使ってたんでしょ。解放してあげたん。ん？ここ、アンスバッハ殿。え？なんで？死んでる。なんで？なんでみんな死んでくる、死んでく？え、もう誰もいないの？この世界。全員死んだ？俺が殺した？みんな。ああ、なんか寂しいよな、クリア後の世界って。残酷だよな。全員死んじまった。もう誰もいねえ、この世界には。もう。
ああ、死んじまったか。